hh-60jj ホークより降下するパクトクロット隊員。トクロットはアメリカ沿岸警備隊の戦術部隊、海上保安庁の特別警備隊、日本警察の重機対策部隊に相当する。アメリカ沿岸警備隊は作戦展開軍の霊下に各種の方式行部隊を整備しているが、このうち戦術部隊として設立されたのがトクロットである。一方、 海上保安庁の特殊警備隊や日本警察の特殊救修部隊に相当するタイテロ特殊部隊としては海洋保安部隊及び海洋保安側応部隊が創設されている。武装が予想される密輸戦闘に対する臨権が主な任務であるが、有事の際は沿岸警備隊が国防総省指揮下となりアメリカ海軍に編入され軍事作戦に参加する性格上、トクロットも 軍事作戦に参加する。過去には、イラク戦争の際に、ペルシャ湾沖でのイラク戦績の貨物船に対する、臨検業務や、上陸作戦にも参加している。ただし、抵抗を示す船舶への臨権については、上記の MSST や MSRT が投入されることとなっている。現在、フロリダ州オパロッカを基地とするとクロットサウス、 カリフォルニア州サンディエゴを基地とするパクトクロットの2個体が編成されている。パクトクロットの励化には実行部隊として法執行文献隊が編成され、各カッターや必要に応じて海軍の艦艇に派遣されることとなる。1998年に東京ハルミフ頭で開催された海上保安庁関越式にはマンローに配属されたレディットが参加して、 海上保安庁の SST と密輸船、臨検訓練展示で共演した。ありがとうございます。